いつものプライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2013年式フェラーリ4を紹介させていただきます。まずお車の状態ですが、フロントに下すり、フロント複数箇所、フロントガラス複数箇所に飛び石、右ドアエッジ、左リアフェンダーに傷がございます。走行距離に関しましては約3万7千キロ走ってるお車です。外装色はビアンコアブス、インテリアはブラックレザーが採用されております。フェラーリ初の4輪駆動システムが搭載されたフェラーリ4でございます。こちらのお車は室内スペース、荷物スペースが広く加工されたハッチバックタイプということで、実用性が高いフェラーリ車となっております。また最大の魅力である V 型12気筒のエンジンからはフェラーリらしいパワフルな走行をお楽しみいただけます。ヘッドライトに関しましてはキセノンが採用されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。続きましてエンジンスペック紹介させていただきます。エンジンは 6.2 リッター V 型12気筒の NA エンジンが搭載されており、最高出力は660馬力でございます。また足元に関しましては純正20インチのアルミホイルとカーボンブレーキが装備されており、制動力に優れた1台です。続きましてトランクスペース紹介させていただきます。トランクに関しましては電動での開閉となります。ハッチバックタイプのお車ということで、トランクスペース十分な広さが確保されており、スーツケースを収納することが可能です。また後部座席を倒していただきますと長い荷物にも対応ができます。続きましてインテリア紹介させていただきます。インテリアにはブラックレザーが採用されております。運転席助手席若干ではございますが使用感がございます。ステアリングに関しましては3本スポークのカーボン LED ステアリングが採用されております。こちらには大型のパドルシフトが装備されており、自由自在な変速が可能です。またクルーズコントロールにより快適なクルージング走行をお楽しみいただけます。ナビゲーションに関しましてはアルパイン製のものが採用されております。またバックギアに入れていただきますとバックカメラが作動し、安全に駐車を行うことができます。シフトに関しましては7速のオートマチックシフトが採用されております。走行モードに関しましてはマネッティーノが用意されており、スノー、ウェット、コンフォート、スポーツ、 ESC オフモードが用意されております。サスペンションに関しましても2段階での変更が可能です。両席に関しましてはシートヒーターベンチレーターが装備されており、1年中快適なドライブが可能となっております。最後に気になる車内の匂いですが、特にお煙草の匂い等はいたしません。今回は2013年式フェラーリ4を紹介させていただきました。こちらのお車は走行距離約3万7千キロ走ってるお車です。圧倒的な加速力と広々とした室内空間が魅力のフェラーリ4でございます。こちらのお車に関しましては660馬力を発揮するエンジンと4輪駆動システム、7速のオートマチックシフトにより0-100加速に関しましては驚異の約 3.7 秒と圧倒的なスペックを誇るお車です。またアルパイン製のナビゲーションやシートヒーターベンチレーターなど快適装備も施されております。お探しの方はぜひともお早めにご検討していただければと思います。よろしくお願いいたします。